振り返って見てみましょう。まずは第1回戦の第1試合は武選手と JDCR 選手、続いて2試合目が源選手とセイント選手、そして3試合目がミスターナップス選手とタヌカナ選手、そして最後4試合目がノビ選手と AK 選手というトーナメント表になりました。さあ原田さん、はい、組み合わせ決まっていかがですか？そうですね、これ僕としてはやっぱりこうできるだけ若い人とか女性に頑張ってもらいたいので、うん、まずノビ君はあのやっぱ八百長でうまく AK に負けてほしいなもうこんな公に言っちゃう感じですね、はい、あの八百長で一応本人たちは本当にガチらしいんですけど、あとはそうですね、あのやっぱりあの皆さんね選手の方分かってますね、女性の方その圧力、ね、優勝すると盛り上がりますよねこれね、女性の そうですね、はい、はい、ぜひちょっとそうなるようにまあ、多分なんないんだろうな、これこう JDCR とかこう空気読めないですからね、こいつ。ちょっと今わけわかってない顔してますからね。こいつね、マジでちょっとね、うん、本当にね、あのやめてっていうのに本当に軽々優勝するんですよ。分かった、今日はちょっとわかんないかもしれない。そうですね、できるだけ妨害しようと思いますんで、はい、原田さんが妨害するから。そうですね、なるほど。あと寿司を一緒にちょっと食べようねね、なんかそのワイド的な、はい、わかりました。さあ、それでは皆さんね、もう真剣に頑張っていただきたいと思います。Get ready for the next match. さあ、それではエキシビジョントーナメント1回戦第1試合、 Let's make this a good fight. タケ VS JDCR、 この試合見ていきましょう。皆さん盛り上がっていきましょう。おさあ、選ばれたステージは、まあ、広さは普通ですけれども画面の手前側にある壁、これが壊れるという、そしてステージが移動する特殊な性質を持つステージ。さあ、動きだけで壁に追い詰めようとしているのは JD、 しかしここで竹も負けてない、前に出る。さあ、お互いの体力は6割7割といったところ。さあ、これで竹のボムの体力が残り5割、ここはそろそろチェンジしたいところ。どこでチェンジするのか。さあ、あえてお互いにチェンジ、今度はブライアンとアーマーキングの対決になった。カウンターからさばいている、読み切っている、さすが JD、 防御力には定評あり。有利から下段、壁際に追い詰められていると非常に危険だと竹。さあ、ここからどうやっている、下段から下段、いや削り合いだね、削り合いになりますね、この2人の試合は、ね、さあ、これはガードしている。さあ、 JD のアーマーキングの体力はもうない、これは おっとクラッシュ1名を取り留めた。さあ、これで平八出てくる。今度は竹が壁に追い詰めているが、ここはうまく先行列拳飛ばしていった。3発目からまだ攻めていく、ブライアンの体力はわずかだが、ここでボブにチェンジ、ボブはレイジ状態、体力高い。さあ、カウンターヒット、これはどこまで減る、置き攻め投げ、ここで通していく。さあ、珍しくと言ってもいいでしょう、竹が投げを食らってしまいました。珍しいですね、珍しいですね、まあ、竹といえばやはり投げ抜きは非常に投げ入んないですからね、うまいプレイヤーなんですけども、やはりこの緊張感といいますか、まさかあそこであえて投げを狙ってくるとは思わなかったのではないでしょうか。さあ、これで JDCR が1ラウンド目を先取、これは背後から失礼して、アーマーキン、コンボがしっかりしまくっている。さあ、ギリギリ届かず、ボブの体力は、竹のボブの体力残りわずかなので、ここでブライアンにチェンジ、ブライアンはレイジ状態、見てんね、よく見ている。さあ、下段からこれは、お、補正を切っていくからのツームソンパイルドライバー。さあ、これでかなりの体力奪い取っていってるのは JDCR。 さあ、竹の残り体力は2キャラとも半分、おっと、ここでブラックスマッシュ一戦。さあ、これで決まるでしょう。これで2ラウンド練習して、この試合にリーチをかけたのは JDCR。 これは1本返してほしいね。そうですね、竹がまずここは1本取り返したい。これはガードしている、さあ、暴いている。先ほどからよく見てる、やはりこの竹がですね、ところどころで細かい下段攻撃を打って削りを狙ってるんですけども、これを読んでいますね JDCR。 それを見られてますね、下段をね。さあ、うますぎる防御力、これは美味しい、あ、うまい、これあっと、どこまでいる、ボブが出てきて投げ、これは抜けている、さすが JDCR。 さあ、ジャイアントスイズ抜けている、お互いに防御力には定評あり。これはこれ怖いね、おー、さあ、よくしゃがむ。 JDCR の下段ガード率が半端じゃない、プレッシャーがすごいね、プレッシャーがすごいですね、プレッシャーの押し方がすごいうまい、うまいね、この動きだけで竹をステップがすごいうまい、ステップだけで相手を壁に追い詰めているというのが非常にうまいですね、技出さずに追い詰めてるもんね。そうですね、このプレッシャー、さあ、後がない竹はここからどうやって逆転していくか、これは美味しい、
ここからボムにチェンジして、バウンドからブライアン、そしてボム運んでいく。起き攻め、下段、どうする、1チェンジする、これはさあ残り時間がもうわずかだぞ。レジオ台の部屋、GADC あるどうする、さあこれはまだ来る、どうだ、これは直している、さあヒヤッとしましたね今。さあこれで竹谷1本取り直して 1-2 投げは入んないか、こちらも抜けていく、お互い抜けています。さあ異速陣形、さあこれは置き攻め重視、ここでブライアンに進出するのは竹、割り込んで下段から出していく、うわー、当て身、投げ入った、さあこれアマキンの当て身技ですね、返し技でパンチを取りました。壁まで行って、今度は竹のターン、置き攻め、うまいうまいうまい、さあこれで、おー、ミスになった、コマンドミス、ミスになりましたね、珍しい。さあこれでバウンドから壁まで行くでしょう、置き攻め、中段、これはいい中段決まりますね、さあこれで2人、いい試合になった。これ流れが変わったかな、さあどうなるでしょう、さあ背面からこれはギリギリ間に合わず、下段からさあ今度はおっとスライディング出てくるアーマーキング、さあお互いに残り体力はほぼ減っていない、置いてある、わあいい、いい非常にいいところで当てていった、しかしギリギリ壁には届かなかった。さあこれで壁に追い詰めている状況、タケですけれども、ここは冷静に下がっている、まあ投げは入らないでしょうね、見て抜けてますからね、見て抜けてますね。さあ反撃は完璧、うん、ここでボブチェンジした、これはこのチェンジは美味しいチェンジになりましたけれども、壁に追い詰められている、これはなんとか脱出したい、タケとして、おお投げ、これは相手の技を潰すように使う、おっとこれは惜しい、バウンドからどこまで減るんだ、ギリギリ減らず読んでいる、さあ JDCL 後がないぞ、相打ち下段から、これガード、さあどうする、さあここはしゃがんでいる、どうなる、中段から、さあタケ追い詰めている、下段からどうだ、さあ削り取って、なんと JDCL が負け、勝ったのは新鉄拳士に上り詰めました、この男タケ、お見事。ゲン VS セイント、さあこの2人は大会での試合経験はそれほどないとは思いますけれども、珍しいカードだね、はい、そうですね、選ばれたステージはそれなりに広いステージ、いやーしかし巌流慣れてないんじゃないかな、元気実はどうなんだろう、そうですね、この、まあ、セイントが使っているこの巌流、相撲を使うキャラクターは、まあ、あまり使用率が高くない、韓国プレイヤーで巌流珍しいですよね、珍しいですね、そもそもね、はい、ね、地味に強いんですよ、俺は、そうですね、まあ、細かい攻めが非常に、そうなんですよ、意外に強力なんですよね、相撲なのに細かい、これはミスになってしまったが、さあ2発目プラスマウス段から、ここは美味しいチェンジになった、あでも交代実はうまかったですね、そうですね、今の交代実はうまい、基本的にはまあチェンジするとリスクがあるんですけれども、うん、あまりダメージを受けずにチェンジできればこれは同じと、しかし橋攻めが終わらないぞ、セイント、しゃがんでいる、どれだけ集中しているのか、さあ1ラウンド目はセイントの勝利、さあ今ので温まったかな、ゲンとしてはこの巌流にかなり言わされているかなという感のある試合展開になっておりますが、もう一度下段から踏んでいく、どうする、さあこのチェンジは完全にバレていた、バウンドしてボブからの巌流、これがめちゃくちゃ減ります、割り込んでいく、投げは抜けている、どうだ、アッパー置いてある、さあゲンがあえてチェンジしないようにして、これは功を奏しましたね、さあ現のレオがレイジ状態で登場、これは非常に美味しいチェンジになっている、さあセイントはどうする、有利を取って、有利を取って、うわーっと暴れ、ここで巌流にチェンジ、これはいいチェンジ、さあお互いの残り体力はほぼ五分の状況、さあ投げ抜けている、セイントも冷静、すかし勝って、およく入ったな今の、ここはボブが出てくる、さあどうなる、壁際、体力的にはうまいうまいうまい、よく追っかけたな、ゲンでしたが、これはおミスになった、お一命を取り留めた、さあ空中、おーゲームが逆転、面白い今の試合は、あさあセイントがコンボをですねミスってしまいましたね、あれがミスでなければ そ,、ね、そのまま決まっていたんじゃないかなと思ったんですけれども、うん、少し出すのが早すぎた、さあそうして行われている3ラウンド目はお互いにまた5分、さあここでセイントの
さあ大きい下段セイント行きましたけれども、レゲンの下がりが非常に前、壁まで行って叩きつけてからの置き攻め。さあ今度はセイントが、おっと完璧、おっと勢いが、挨拶が、いい、おこちらもミス、生き残った、すげえ。さあこれは分からないぞ、あ分かんない分かんない、壁から、おいおいおい、どうだ。さあ今度はゲンのレボブがレイジ状態、これはやっちまった、これはやっちゃったね。どこまでいるんだ、ここまでいる、ギリギリ読まれている、これは間に合わず、さあほぼ五分ですねこの状況、うん、状況としては五分ですね、五分ですね。さあここで、おっと、よく置いといた、なんなの、これが若さ。さあゲンが一本取ってリーチ、大胆大胆大胆な動き見せていくのはゲン。さあセイントとしては一ラウンド取ってリーチに持ち込みたい、届かず、反撃が完璧だぞ、バウンドからボブ、そして巌流が吹き飛ばしていく、これは、おっ、これはでかいダメージになる。さあ半分割れて中段選択、今度はセイントのラウンドか。さあ一気に決めていった勢い、いいね、これで 2-2 ファイナルラウンド、抜けている位置が入れ替わって下段から、さあこの下段からの中段はですね非常に巌流に対しては有効、2発目に反撃はないと。さあしかし吹かしているのはセイント、どこまで運ぶ、ここはボムにチェンジ、ここはレオンチェンジ、さあこれはなんとかチェンジ成功、これは美味しいチェンジになった。さあさすがにスパイラルロッキー間に合わず、コンバーが失ってしまったが、下段でフォローしていく、おお、いろいろあって、さあこれで位置が入れ替わっている。さあ今度は位置的にはセイントは壁に追い詰めている状況、この状況を使えば逆転も全然ある、空振り潰している、どうだ、ザスト、おお、うまい、わけこのライト、今のは見てた、読んでたのかな、この試合はゲンの勝利。元気っつ、さあアメリカ最強ミスターナプス VS 最強女性プレイヤー田中奈。あでも確かに試合数すごいな、これすごいやってますね、確かに。あ、かわいい、私に任せて、あ、かわいい。さあ黄色い線も飛び交っていますが、はい、ラウンド1選ばれたステージは巌流丸、非常にまあ横幅が狭く、縦に長いという、まあ、長方形のステージですね、まあ、大会慣れしているという意味ではナップスかなり有利ですね。そうですね、ナップスあんま緊張しないですからね、はい、ね。さあタヌカナのシャオユはここは残りたりクワッドなので、いい、ここでリリーにチェンジ、これはうまいチェンジになりました。さあリリーがレイジ状態だぞ、これを生かして、わーっとここで置いてある。さあしかしここでミスになって、タヌカ起き上がってからの蹴り踏んで中段、これはガード、さあどうなる、3発目は連続ヒット、残り体力追い詰められているのは田中、ここで投げが決まっていく、置き攻めは、さああえてですね今ナップスの様子見、さあこれ田中の残り体力はもう残り少ない状況、さあリリーが出てきましたけれども、置いてあるセパレーター、ちょっと怖いのかな、ちょっとこ怖そうに動いてますね。そうですね、まだちょっと自分のペースと相手のペース見切れてないような印象の試合になっておりますが、2ラウンド目中段から、さあもう一度リリーが出てきてスライディング、これは美味しいバウンドになって、さあアドリブコンボきっちり決めていくのはタヌカナ、美味しい、これは壁まで行く、おっと、あでもよく見てるね、マジでよく見てる、あーもったいない、ユーを取って2発目、2人して2人で壁に張り付いている。さあしかし早すぎたか、これで壁に追い詰められているのはタヌカナとなった。2発目、これは空振り、ちょっと軸がずれるね。そうですね、結構お互いずれてるね。まあ、シャオリーもリリーも横移動非常に強力なんで、あでも今助かった、助かりました。ラッキーラッキー、これは美味しいぞ、どうだ、3発目、これはガードしている、いいディレイだったんだけどね。ここでナップスはドゥライヤー2チェンジ、おっとスカシカってどこまでいるんだ、バウンドから壁まで行って、おお厳しい、さあ削り取っていった、これでミスターナップスがリーチ。さあ田中としては1ラウンドもぎ取りたいところ、どうだ、これはガードしている、カウンター美味しい、あ1、これはドラグノフのチェンジを捉えて連携から壁まで行く、さあ補正切りになった、下段から、おっといい、ね、ジャンセうまい、2発目、これはブライアンが出てくる、あ冷静冷静、有利を取ってからローキック、ローキック、さあこれは美味しい、空中拾いになっているバウンドから、
どこまでいる、ギリギリ残って、うわ、いろいろある、うわっと、これ危ないよ、これは状況は、うわアルトローでおでけよ。さあ、これで 2-1。 さあ、ミスターナックスのブライアンが届かず、背後から美味しい、お互いにこれはヒットして空中コンボ、どこまで行く、バウンドまで行けるか、壁際バウンドドライブのさら、ね、ブライアン完璧な壁コンボ。さあ、勝ったのはアメリカ最強プレイヤーミスターラップス、お見事。いやお見事、先ほども話しましたが、この2人鉄拳アニメテッドのグローバルチャンピオンシップでぶつかり合っております。しかもこの時は AK が勝利。そうだよね、でフィリピンって結構やっぱ鉄拳盛り上がってるんですけど、はい、やっぱレベルで言うとやっぱ日本が全体的に高いの で、はい、で逆によくここまで強くなったなと思うよね、あの環境でね。そうですね。さあ、そのフィリピンで鍛えてきた腕前見せてもらいましょう。さあ、1ラウンド目、お互いにゆっくりとした立ち上がり、さあこれは使っている、これは美味しいぞ、 AK がこのラウンド取りにいっている、壁コンボからラースでめちゃくちゃ減る。さあ、ノビのドラグノフはもう残り体力わずか、これはチェックするしかない。今のは非常にいいチェンジでしたね。よく見てんね。まあ、チェンジして攻撃を食らってしまうのは仕方ないとして、まあ、やはりなるべくダメージを受けずにチェンジすることが非常に肝要。さあ、ここで透かし確定、きっちりしていくのはノビ、壁コンボで肩でこのダメージ。さあ、これは読んでいた、おっと。さあ、レイはですね、チェンジのね隙を消せるキャラクターなんですけれども、タイミングをずらす形でヒットを望みました。素晴らしいこのレイの対策ができていると。投げ、これは通っていく。さあ、どうなる、わずかの中段ノビ。1ラウンド目はノビが先取。そうだ、これねレイが珍しいもんね、そもそもね。そうですね、まあ、日本にはでもレイのすごい強いプレイヤー多いので、結構、ね、強いは強いんだけど、そのノビも多分対策自体はかなりできているんじゃないかと。さあ、ここでラース同キャラ投げが、お、投げ通る、捕まえている。今のところお互い投げが結構通った。そうですね、まあ、お互いに結構攻める組み合わせというか、攻めるプレイヤー同士なので、そうですね、その技を出すところに投げが置いてあるとさすがに抜けにくいというところで投げ決まってる。おっと、これはチェンジからアッパーを決めて、さあ、これは軸に嫌われたか、空中ヒットカウンター。さあ、お互い体力は五分の状況ですけれども、状況的にはノビが壁に追い詰めているので有利。しかし、ここでチェンジからのも完璧なつなげ、置き攻め、今度はラス。さあ、これでノビの、レイジ状態消失しましたね。タッグクラッシュを使うことによって安全に起き上がれる代わりにレイジ状態消失すると。さあ、これでノビのラース、さあ、これアドリブ美味しい、どこまで減らせる、今の欲しい、カメラでいって中断、おっと、これはタングラッシュを許してしまう、交代だね、さすがに。さあ、分からないぞ、これは読んでいる、どうだ、間に合わず、さあ、時間もわずかだぞ、おっと、対策が見えた。さあ、 AK どうする、おっ、もうこれは無理でしょう。さあ、勝ったのはノビ、これで2ラウンド練習してリーチの状況。さあ、有利を取って当てていく、攻めていくのはノビ。さあ、このスライディングもしっかりガードからの反撃も完璧。おっと、軸が非常にずれている下段から。さあ、 AK ここら辺で一発大きい技を当てたいです。さあ、これは美味しいアッパーになった。バウンドからラースが出てきて、さあ、ミスになっているが、今度はレイ、状況的にはさあ壁に追い詰められているが、ちょっとうまい横移動だけで壁との位置。さあ、しかしこれは反撃になる。おっと、読んでいる、完璧、どこまで減らせるんだ、置き攻め重視か。さあ、このチェンジはよく読んでいた、うまいですね。さあ、ここでおー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 おお、さまざまなことがありましたけれども、状況的には AK が非常に得をしていると。ここからパワースラッグで KO。いろいろなんかジャンプしたり下段が使ったりということで、ちょっと、まあ、この辺りもね、鉄拳ならではというか部分ありますね。さあ、マウンド、壁コンボを決めているのは AK、 レイから置き攻めはどうする、これは美味しいぞ。さあ、壁に追い詰めている状況、しかしここでノビのドラグノフ、体力赤く光っているレイ状態、火力が上がっているぞ。2発目、よ、うますぎ、横移動、2発目、2回横移動していく。おお、またちょっとステージが狭くて壁に嫌われる状況が多いですね。さあ、しかし今なんもったいないね、
これはどこまで出せる、もしかして決まるんじゃないでしょうか。さあよく見ていました、勝ったのはノビー。言えるんですけれども、ゲンは非常に攻めがうまい、当て感のあるプレイヤーということで、九州さあどちらの攻め、そして守りが相手を貫く、そして守るのか。準決勝第1試合、タケ VS ゲン、ラウンド1、選ばれたステージはまあそれなりの広さですね。1回浮いてもギリギリ壁に到達するかしないかという広さのステージ。さあタケが細かい攻めをつなげていくが、ここで起き上がり下段キックからきっちりつないでいくのはゲン、置き攻め重視、下段から。さあこれでタケのボブの残り体力4割なのでブライアンにチェンジ。さあ状況的には壁に追い詰めているのはゲンですけれども、ここはタケがうますぎるディフェンステクニック、前ダッシュからしゃがみ様子見でゲンの勝負下段をしっかりと防いでいった。さあこれでゲンのボブがレイジ状態でチェンジして出てきている、この攻撃力を生かして攻めていきたい。さあ使っている、どんだけ避けるのあの技。3発目出し切り、さあタケがいくぞ、投げが置いてある、今度はゲンのターンになった。壁まではギリギリ行く、置き攻め中段、これはガード、反撃間に合わず中段。さあここはブライアンにチェンジするところ、ゲンがしっかり見ている、軸に切られている、どうだ使っている、さあ分からないぞ、どうなる、中段からの下段勝負に行きました。怖いな。さあお互いに反撃は完璧なのはタケ。さあここでゲンはレオにチェンジ、下段から攻めていく、カウンターローキックで削っていくわ、どうだ。さあここでボブにチェンジして転がった相手のゲンの、おっと、いやうまいね、おいしい。さあこれは壁やられから壁コンボつないで、このダメージ、中段中段下段から、おっとカウンター、これはおいしいヒットになった。さあタケはこのレイジを生かしたいところですけども、そろそろ時間が切れている。さあ壁には届かずで一応入れ替えると、うますぎ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 る。さあこのラウンド、タケのラウンドになりました。うまい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 。さあ今の横移動でですね、位置を入れ替えてから置き技の後ろ歩け、いいクラッシュから一気に決めていきました。さあこれでタケの投げ通るペースになってきたか。さあしかしこの状況はゲンが壁に追い詰めているので若干ゲンが有利、体力的には負けていますが状況的にはゲンが有利。これはガードして、おっと中段から中段バウンド、ボブからのレオ。さあこれはクラッシュを使わざるを得ない。これでおー、しかしアップアカウンター、これは美味しい。どこまで減らせる、置き攻めでいくのか、置き攻め重視。さあ竹の置き攻めは下段から、これは読んでいる、どうだ、ゲンの残り体力ローキックで削り取っていった。さあこれで2-1、竹がリーチをかけている状況。細かくのアゲン、さあどうなる、お互いにボブはやはり細かい技が強力。さあここで素晴らしいチェンジでゲンのボブの技回避しつつアドリブコンボまで完璧。さあタケが、おっとこれはお互いにあえてが出ましたね、ダウン状態からクラッシュ、これを読んで何もしなかったタケ、わーっと読んでいる、今の痛い、どこまでいる。さあちょっとコンボ一発多すぎたか、しかしおこれは壁やられになります。さあボブが出てきてバウンドから大きいわーって一発多い、しかしレイジ状態これを生かしている。さあボブが出てきてお互いレイジ、しかしゲンのレイジはそろそろ終わりが来るのでどうなる、さばいている、いいさばき、素晴らしい集中力、これは叩きつけてからチェンジしない、あえてあっと空中人になった、読んでいる。さああとはないぞゲン、どうする、カウンター、これは美味しい、どこまで減る、もちろん決まれば KO です。さあこれで2-2、またしてもファイナルラウンド好勝負続きのこのトーナメント、これ熱いわ、準決勝でもファイナルラウンドに到達。さあこれで勝つのはどちら、チェンジ投げ、もちろん抜けています、縦に投げは通りにくい。さあこれで今度はゲンがレオにチェンジ、2発目あえて出していく、強気の選択肢、届かず、美味しいぞ。さあしゃがんでいる、要所でのタケのしゃがみが非常に冴えています。さあこれでゲンがボブにチェンジしています、出していく、これは間に合わず、投げが通ってバウンド、レオで吹っ飛ばしてからのここまで減ります、置き攻めはどうする、
油断2発目、これは使っている。さあチェンジはバルティだが、おーっとこれはことなく追えました。タケ、これでブライアンが出てきました。壁に追い詰めて、壁カウンターから壁まで行くでしょう。バウンドボブからブライアン置き攻め重視、通っている。おい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 、さあここでも出ました弦の若さ、これが14歳のライジングトーキック。さあこれで弦が出てきて、レイジのあー中断、これは決まった。すげえな、おい負けた。さあ準決勝第1試合、勝ったのは九州の超新星弦、お見事。さあ準決勝第1試合始まります。ミスターナップス VS ノビさあくしくもドラグノフ、お互いにこのドラグノフを使うという組み合わせになりました。そうですね。さあ選ばれたステージはまあ微妙に広めなステージですね。開幕から大きい技割っていったのノビ、さあ攻めていく。ノビの攻めは世界でも最高峰と名高い。うおー早い、一瞬の出来事。さあ1ラウンド目を選手したのはノビ、やはりノビといえばこの鉄拳のプレイヤーの中でも非常に攻めるのがうまいと、そうですね、言われているプレイヤーなんですけれども、今その真骨頂が見えましたね。おっとこれは美味しい展開になってるな、ミスターナップス。さあノビへ、これは読まれていた、完璧ですね。カウンターヒットからブライアンで一気に6割かつ、相手のノビのラースのレイジも消しています。今度はドラグノフがレイジ状態、これをうまく生かしてノビは逆転を図りたい。ゲダンカウンター、ゲダン、これは読んでる、どうだ、おっと、おおおお、ちょっと位置が入れ替わる形で左ヒックになりました。さあこれで、おっと2発目、これは美味しいヒットになったぞ。潜っている、さあ中段削り取っていく、これで1-1。空中ヒット、これはアドリブコンボ拾ってからの、あ、ちゃんと持ってくね、壁コンボ、ワンミスでよく持ってくねこれね。いや、あのシャドウカッター後ろ LP チョップなんですけど、高めで当たらないとそのアドリブコンボに行けないんですけども、ね、高さを判断していました、素晴らしい。おっと飛んでいるのはノビ、さあ位置的には、おお、しかし連続的な攻めでノビがミスターナップスのドラゴンの方の体力を一気に削り取っていきました。さあここでナップスはブライアンを投入、これはレイ状態、カウンター、これは美味しい、どこまでいるんだ、バウンドからドラグノフが出てきて、そしてブライアン、これはチェンジするしかないんじゃないでしょうか。ここはクラッシュを使って安全にチェンジしていたのはノビ。さあノビの体力はしかしまだ7割、わあ、いろいろありましたね。しかしここは美味しいヒットになって、どこまでいる、おーおー、うまい、うますぎる。さあこれはやり過ごして、わからないぞ、わからない、体力差、投げ抜けている、うわー、はい、マジで。さあミスターナップス勝負のクリッピングスイープ、これは全員1、先にリーチをかけたのはアメリカ最強ミスターナップス。さあ今度はナップスのブライアンがいい感じだ、削ってる、うわー、どうだ、しかも完璧なアドリブコンボ、どうだ、うわー、ミスったね今ね。さあ、ね、チェンジできず、勝ったのはミスターナップス。いやー、強敵を打ち破って登ってきましたこの2人の試合。ナップス1000人、1000人ですからね彼はね。ナップスはかなり古くからのプレイヤーなんですね。1000人と呼ばれてますからね。さあというわけで若手対1000人、若手対1000人ですね。面白いですね。はい、決勝戦ゲン VS ミスターナプス、皆さん盛り上がっていきましょう。さあ開幕、強気にいくのはゲン、ナップスは細かくいくブライアン。さあこれでドラグの方にチェンジ、ブライアン、おっと空中ヒット、アドリブはしっかりしています。壁までいくか、ギリギリいかず、しかし置き攻め、ナップスのターンが回ってきた。しかしここでゲンも押し返していく、チェンジから、さあそれほど大きなダメージにはなりませんでした。これはゲンにとっては美味しいチェンジ、しかし投げ抜けている、おおおお、先ほどからこのゲンのねジャンプキック浮かさざ、非常にヒット率高いですね。さあ下段からフレームで攻めて、いろいろあって、うわ読んでいる、しっかりとチェンジを待ってから浮かせていきました、壁まで行く、うわうわ、すごい、あのジャンプわざとなんだね。そうですね、最後のスパイラルロッキーの打ちどころも完璧でした。体力を計算してチェンジさせずに倒しきったゲン、これで1ラウンド目の選手。さあナップスとしては
なんとかまず1ラウンド自分のペースを作りたいところ。しかし依然この試合は弦のペースで進んでいるように見える。ナップスはどこで逆襲するのか。いい距離、うわ飛んでいる。先ほどからナップスの削りが弦にことごとく読まれている。さあゆっくりとした立ち上がり、カウンター置き攻め、どうする、投げ、いい、ね、デスメッセンジャー、ね、鉄拳3からある投げ技。これは背後に回って捉えている、うわやってしまった。これはもちろん決まる。これは美味しかったね。さあこれで弦が優勝に位置。いい勢い出し切り、これはガードしている、反撃も完璧。さあナックスが若干攻めあぐねているようにも見える。ドラグノフを出してくる、カウンター、じゃあ起き上がってしまった。美味しい空中ヒットになった。弦はここからダメージを伸ばしていく。さあナップスのドアブ、ドラグノフの体力がわずかなので、ここはブライアンを出すしかない。しかしこれはうわ飛んでいる、起き攻め、ガードどうだ、いろいろあって お互い当たらず、あっギリギリ壁に当たらず、これはミスターナップス命拾いだが、いい右キック、完璧すぎるぞコンボ。どこまで減る、まだ終わってはいない。ドラグノが出てきて、しかしここでレイジを消失、投げが掴んでいる、どうだ置き攻め、位置はいいぞいいぞ、どうなる、じゃあ避ける、いったチェンジ、あプレッシャー、どうだ、おお、さあ勝ったのは、いやいや優勝は、いやいやすごいね、九州の超新星源、お見事見事。ただいまより表彰式を執り行います。優勝いたしました源選手には、今年1年間鉄拳ネットやロケテストで配布などをした全ての種類のバナパスポートカードが入ったアートブックを贈呈いたします。はい、おめでとうございます。おめでとうございます。画面映りますかね、結構レア物で、もともとは鉄拳のこういうアートブックなんですけど、そこに、今までのバナパスポートカードを全部貼ってます。かなりレアです。あの開発でも持ってません。はい、というわけで本当に14歳ですか13歳、今まだ13歳、本当は33歳とかではなくて今やっぱこのまま見てる人も本当は33か4なんじゃないかって言ってたけど、あ本当にそうなんですね。13歳です。おめでとうございます。おめでとうございます。それでは2人でアートブックを開いて持っていただいて、お写真を撮りたいと思います。では源選手、可愛いスマイルをお願いします。13歳です。さあ今お写真撮ってますので、原田さんもお写真写ってくださいね。はい、お願いします。さあ大丈夫でしょうか、カメラの方は大丈夫ですか。はい、それでは優勝しました源選手に今のお気持ち聞いてみたいと思います。13歳、強豪メンバーを打ち破りました。今のお気持ちはいかがですか。いや緊張したんですけど。本当かよ。いや緊張しましたでもまあ安定して動けたんで、しかも優勝できたんで嬉しいです。本当に13歳なんですかね、この貫禄は。すごいですね。いやでも本当に素晴らしい戦いを見せていただきました。源選手に皆さんもう一度大きな拍手をお願いいたします。そして源選手以外にも出場していただいた選手の皆さん、本当に熱い戦いでした。ありがとうございました。ではここで皆さんで記念撮影をいたしますので、はい、皆さんステージ中央に寄っていただけますでしょうか。源選手を囲むような感じで皆さん、はい、で原田さんと、そうですね、ゆり子さんとアメコさんも一緒に写ってください。さあどうですか、では記念撮影よろしくお願いいたします。皆さんね、いい笑顔で顔を出してくださいね、ちゃんと写るように笑顔でね。まさかの13歳、千人を倒して、いやでもどの試合も本当に素晴らしかったですよね。びっくりしました。さあお写真どうでしょうか、大丈夫でしょうか。はい、大丈夫かな。ありがとうございました。さあそれでは原田さん、はい、今のトーナメント振り返って総括お願いいたします。はい、本当に、何でしょう、この夢の本当にメンバーが揃って、
の対決だったんで、正直トーナメントじゃなくてリーグ戦で半日ぐらいかけて見てたいぐらいだったんですけど、でも本当にいいもん見させてもらいました。で、若い選手が本当に頑張ってくれて、盛り上がりました。ありがとうございました。はい、ありがとう。